どうもタムヤンです。超魔界村続きやっていきたいと思います。最後ボウガンで、おいきなりレッドアリマか。ん、どこ行ったあいつ。おっと近い近い近い。あ、ボウガンはでも相性いいかも。なかなか体力あるなあいつ。なんだあいつ、ムシムシムシ。もあ、またいる。あー、なんだ、両方に挟まれて攻撃してこないね。でもね、あー、しまった。スタート地点に戻る。これ時間がやばい。あー、なんじゃレッドアリマ、一気倒した一気倒した。うそーでもなんかいけそう感あるけどな。レッドアリーマ5678ってなんか混み合ってるね。ちょうど折り返し地点に来たって感じなのかな。ボウガンはね、破壊力がないからね。うわー、近い近い。なんか下まで、今までのレッドアリマと動きが違うね。逃げるがガチか、これ。裸で逃げる。逃げる作戦いってみるか。あー、襲われたなんかもっと破壊力のある武器の方がいいかもしれない。あ、そうか。あれ、スタート地点に。宝箱がある系の、オッケー、あった。武器変えてみるか。あ、槍、槍はいらないな。これ時間制限もあるからね。これ全然当たらん。結構当たってるよ。でも地味に。おーっと、来るか。やっぱ立ち止まったらダメだね。よし、倒した。一体倒したぜ。攻めて攻めて攻めて、オッケーオッケー。あー、攻めすぎた。あー、残念。でも宝箱あることが分かったので、なんか武器出てほしい。あー、上に攻撃するやつだよね。あ、これいいかも。これどう？相性いいんじゃない？ほらほらほら。あー、くそ！当たらんな。あんまり深追いするとやばいけど、うまいこと避けるねあいつ。何？あー、綺麗にやられました。うっそー。今日はレッドアリーマとの戦いか。武器何がいいかな。他になんか出てこないかな。ボウガンか。ボウガンの方がマシかな。当たらんねー。あまり、やばいやばい、あ、危ない危ない。あれみたいに、今みたいに同じ場所にいるとやばいよ。あ、これダメだ。やばい、やばいパターンだ。おお。おびき寄せた方がいい。おびき寄せた方がいいのか。初代魔界村であったよね。おびき寄せる。時間が、おお、倒した。これチャンスだね。1体目を倒して、もう1分経過。危ない、嘘。もう、あっ。今無敵の時にね、一気にもう駆け抜ける。あー、逃げられない。あ、宝箱発見。宝箱発見したぜ。鎧とかで、あ、これやってみようか一回。斧、
あ、かわされた。これはきついかも。結構受けるんじゃないこれ。あ、うまいこと避けるなあ、あいつ。あいつ無視だ。無視作戦。ここは危ない。当たって、逃げろ逃げろ。あー、下から続かれた。惜しい。あの宝箱ゲットしたいね。鎧とかだったらね。これは今夜は長引きそうだぞ。炎、いやこれ炎は無理だろう。これ炎も全然無理だね。あ、そういうことか。このレッドアリーマ攻略法、あいつが来た時にこうこうこう、ナイスナイス、こう後ろ向いて、あーダメだ。後ろ向いて隙を、あら地味にかっこ悪い。今のはかっこ悪い。なんかそんなんだったよね。反対向いて近づいてきた時にやっつけるみたいな。鎌か、これ上に投げれるかだよね。投げれないよな。カバンでもいい音したね。上から下に投げれるからね。あいつ倒さないまま行くとやばい感じになると思うんだけどな。あー、やられたー。下に1階に落とされた。うわー、双子かお前ら。なー、一体何機やられたでしょうか。レッドありません。一回やってみようかこれ。初期装備懐かしいなこれ。あ、でもこっち、これかかってこい、こっちに、こっちにかかってこい。あれ、もっとおびき寄せた方がいいのか。いけそう感があっていけないというね。避けるのが上手くなったな、レッドアリーマ。守備力がアップしたな、なんか。ほら。これやばい、あ、やばい、後ろ疲れる。あー、また落ちた。くそ。なんか子供みたいなの出してる。危ない。腹立つな。こいつら2人を下におびき寄せといて上に逃げる、逃げるが勝ち。チャンス、初めてのチャンス来たー。斧、よーし、初めてここまで来た。なんだこいつ、一面のボスか。そんなや、あ、レッドアリも追いかけてきた。倒した、避けて、うまい。どこに行けばいいの、こっちか。あー、あいついる。くわらら、ちょ、逃げろ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 。よしよし、突破したんじゃないこれ。いけるわ。あ、これ取りたい。あ、なんだこいつ、取りたい取りたい取りたい。あ、敵かよ、おい。あー、赤ちゃんになってしまうという、ここで。くー、やばいやばい、急げ急げ。よし、戻った。あ、もういなくなったんじゃない、レッドアリーマ。これチャンスですね。はじめ、あ、これ頭打つ。おー、今の二段ジャンプうまい。来た来た来た、これ中間地点行った。あ、この辺ジャンプするとなんかあるとか絶対あるよね。ないかな。え、ない。ここで欲しいんだけど、宝箱。おー、なに、ボス、中ボスか。やられたー。うそー、あれ魔界村の魔王じゃないの。また最初からか。くぅ、チャンスだったね。まさかの槍が。やっぱり逃げるが勝ちかな。このレッドアリマ2体倒すのは至難の技ですね。わあ、くそ、裸になってから逃げたからね。しかもね、逃げる作戦でいくか。
やあいつら一回下におびき寄せてからねえ何が起こったんだろうさっきね同じこともうできません。やっぱこれ倒すのはこの武器かな。でもこれで魔王を倒すの難しいよね。レッドアリーマにはなんか向いてると思うんだけどな、この武器。下に行かれるときついんだよね、これ。でも自分より下にいるときはそんなに怖くないね、レッドアリーマ。ああ、そう聞こえたかなそんなに怖くないって言ったの聞こえたかな。ああ、やられた。ゲームオーバー。そろそろ戻し作業しましょうかね。魔王のとこまで。たどり着けるか、もしくはこのまま、本日はお疲れ様でした的な少々お待ちください。皆さん、なんとか今日中にたどり着いたぜ。しかもゴールドできました。行くぜ、発射。あ、近づきすぎ、危ない。で、このボウガンのいいよね、これかなり強い誘導弾的なフォーミングミサイル。ここで隠れながら攻撃できるもんね。よーし、楽勝だ。いや、この武器最強ですね。あ、クリアですか。短い。ということで今回はここで区切りたいと思います。次回ステージ6、どんな感じ見ようか。おお、この一機大切にしたいね。いやー、レッドアリーマで、なんだろう、20機ぐらいやられましたね。最後まで、ね、残機持つんでしょうか。次回もお楽しみに。さよなら。